お疲れ様です。本当に皆さん夜遅くまでありがとうございました。30分だけ放送やろうと思います。34名さんいらっしゃい、ナチさんいらっしゃい、楽しんでください。いや疲れました今日は、うん、お疲れ様。ゆきさんハンバーガーありがとう。ワトツー小谷さんありがとう、ありがとうございます。いやー大変だったね本当に。あれマイク、あこっちか。おい、ケツワの直しこさんいらっしゃい、お疲れ様です。お疲れっす。トビコウさん、あれ声こもるな。お疲れ様です。お疲れっす。本当お疲れ様です。今日は企画最後まで皆さんご覧いただきありがとうございました。本当に楽しかったです。勉強になりました本当、ありがとうございます。いやーすごかったね本当に。無事終わりましたね。うん、やっぱあれだね、みんなすごいね。レジェンドって言われる配信者は個性があるし、喋りも面白いし、ファンが多いし、いやすごい勉強になった。久々になんだ、大手の人とのコラボだったんで見てなかったんだ。そっかそっか、うん、動画になると思うんでね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。一生懸命頑張ったんで無事終わりました。本当に応援していただいてた方々本当にありがとうございました。ありがとうございます。嬉しかったです。そうですね、深夜庁の枠でやってました、はい、ありがとう。金梅本当にキスうまかった。めちゃめちゃキスうまかったね。めちゃめちゃ金梅さんキスうまかった。南米さんお疲れ様です、ありがとうございます。お疲れっす。いや大変だったね。昼が草野球で夜がメジャーリーグみたいな。あーわかるわかる、そういう感覚だよね。チラ見しました直子さん、マジマジキスうまかったよ、うん、あの人セックスうまいと思うわ正直、うん、ちょっとね反省会と、まあ反省会とあといろいろリスナーさんと最後にね呪縛はあんまりできなかったんで、ちょっと触れ合ってからゆっくり寝ようかなと思ってます。その前にちょっと話したいことがあるんで、僕の方からちょっと感謝の言葉をちょっとリスナーのね皆さんにちょっと感謝の気持ちがあるんでちょっとお話しさせてください。ふわっちに来てから、そうだな、ふわっちに来たのが10月の23日なんですよ。でなんでだったっけな、そんなね、あんまりね、大した、あ、思い出した。リスナーさんからアマゾンギフト券をもらったんですよ。で、どうしても現金が必要だった時に、エセアカが、アマゾンギフトの課金の方法詳しいだろうということで、エセアカの配信を見に行ったんですよ。それがふわっちだったんですね。で、ふわっちの配信を見て、で、エセアカに、まあ、どういう風に換金したらいいのかっていうことを伺ったんですよ。そして、で、あ、ちょっとふわっちなんか盛り上がってるから面白そうだねって言って、彼女と配信をちょっと遊びでやってみようっていうのがきっかけでした。で、そこからふわっちに、たった1時間の枠で615人の方が来ていただいたんですね。この放送に。で、アイテムもたくさんくれて、コメントも263件来て、そこから、ふわっち面白いねっていうことで、ニコ生とふわっちをやっていました。でちょっとね、彼女と喧嘩してしまった時に、彼女がニコニコ生放送のコミュニティを、まあ、爆破しまして。で、それで、ふわっちやろうっていう風に決めております。だからまあ、2月の23日だから、ちょうど20日ぐらいですかね。20日間ぐらい。今日が20日目になります。で、ふわっちに来て本当に良かったなと思ってます。僕、昔はね、1年ぐらい前は、ニコ生で5000人込みぐらいだったんで、本当に、アクティブ500、立ち見 A とかね、出るようになってたんですけど、一回ね、減らっちゃって、もう配信やるのが辛くなってしまって、で、コミュニティも、スカイプも、LINE も、Twitter も、すべて、今まで積み上げてきたすべてのアカウントを爆破したんですよ。ね、もう本当に配信もう名前も変えてゼロからやってみようと思ったんですけど、ね、本当にずっと
ね、いろんな人がコメント打ってくれて、ちやほやしていただいてたんですけど、3日間ぐらいアクティブゼロだったんですね。本当にその時に、あ、とんでもないことを裏切っちゃったなっていうふうに反省して、今まで自分の放送を、支えてくれてたのはリスナーさんだったんだなっていうのが、その時初めて分かったんですね。で、そこからツイキャスの方で半年やってみても、アクティブ20を超えることもなかったし、ニコ生も、3ヶ月ぐらいコミュニティ運営してみても900人しか伸びなかったんですよ。で、今本当に100人を超えるね、リスナーさんが見ていただけるようになって、本当にふわっちとの出会いは本当に嬉しいなと思ってます。で、なんで改まってこういう話をするのかっていうことなんですけど、今日ふわっちで昨日の時点でリスマン1位取ることができました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。本当にありがとう。見てくれたすべての人。はい。頑張ってやっていこうと思うんで。おめでとう。ありがとうございます。ボーダイさん。ありがとうございます。ありがとう。いえ、かい。3回。ありがとう、みんな。4回。おめでとう、ハート。5回。ありがとう、バカ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、すごい嬉しいなと思ってます。これからも頑張っていくんで、皆さん、よろしくお願いします。ふわっち専属配信者として、本当にこのサイトが大好きですし、ここで配信を見ているみんなが本当に大好きなので、ありがとうございます、リンさん。今日もね、すごいことにね、フォロワーさんが142名増えたんですよ。今日1日の配信で。本当にもうね、浅井さんとか、ひかるくんとか、さとみさん、金梅さん、新野町、ミキティさん、で、こう、司会を任せていただいた、リアルライフさん、今まで見ていただいたリスナーさん、それからね、多くの携わってきた配信者の方々に本当に感謝しています。本当にありがとうございます。これからも、大手配信者を目指して頑張ってまいります。頑張っていくので、ぜひみんなで一緒に世界旅行行きましょう。旅配信やりましょう、ぜひ。で、初めてね、運営会社ふわっちさんの方から、1万円いただくこともできますので、本当に配信者として食っていけるように精進してまいります。ゆきさん、ありがとう。おめでとう。ありがとう。ナゲツさん、ありがとうございます。本当にありがとう。本当にそれを伝えたくて、まだまだね、不甲斐ない部分とか、なかなかうまく配信ができなかったりする部分とかもあったり、みんなをイライラさせてしまう部分とかもいっぱいあると思うんですけれども、本当に頑張ってひたむきにやっていこうと思います。新しいフォロワーさん紹介します。MQ さんいらっしゃい。シロタンさんフォローありがとう。ワンマンさんフォローありがとう。ニンニンフォローありがとう。ヨッシーさんフォローありがとう。アヤポンさんフォローありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒロミさんありがとう。本当にみんなありがとう。本当に一人じゃ何もできないなって思いました。2位が石川の竜樹さんだったんで、ああ、絶対無理だろうなと思ったんですよ。石川の竜樹さんに抜かれちゃうだろうなと思ったんですけど、本当に運が良かったというか、これは自分の実力じゃないんで、本当にたまたま運が良かっただけなんで、来月も取れるようにね、自分の力で取れるように、人との出会いを大切にして、本当に精進していきたいと思います。よい日本一になれさ。まあ、ピノさんありがとうございます。本当に新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ありがとうございます。フォロー、みなさんフォローありがとうございます。あきさんフォローありがとうございます。ね、ふわっち最高だね。ふわっち最高。本当に、そのね、感謝の気持ちをみんなに伝えたいと思ったんで、ね、明日も仕事なんですけど、枠を1枠だけ、30分だけ取らせていただきました。ありがとうございます。金梅はふわっちでどれくらい稼げるか知れた。いやね、金梅さんはかっこよかったな、本当に。なんか気遣いであったりね、なんかね、いろんなところでね、金梅さんかっこいいなと思ったね、正直。あーって、心の広い人なんだなって思った。金梅さんマジでかっこよかった、本当に。それはね、もう言葉じゃ伝わらないよ。いろんなこともあるんだけど、金梅さんかっこいいね、本当。かっこよかった。
金杯気使ってくれてたね。めちゃめちゃ気使ってくれてたよ。一番最初の司会の時もさ、深夜庁が幕開く時、和道くん司会だから真ん中にしてやるよ、深夜庁。和道くん真ん中にしてやるよ、つって。深夜庁が、あ、いいよいいよって言ってくれて。みんな和道くん真ん中にしようぜ、みたいな感じで。明らかに仮想配信者の分かってて、売名させてくれようという気遣いから、もうずーっとケアしてくれるんだよ。ポンプ入れてくれたりとか、まあ、喧嘩落ちとかも作ってくれたりとか、もう本当にかっこいいなと思ったね。それで選ぶらないっつうか、俺の株を下げないように、自分に敵が向いて、しかもうまく売名できるようにって、多分、レールを引いてくれたんだなって、そこにね、うまく答えたいなって思ったよね。金杯っていろいろ考えてると、わざわざ暗示作って実は空気読めるのかな。空気読めるっつうか、優しいよね。売名なんていくらでもさせてやるよって、みんななんか若手頑張ってるやつ応援してやれよみたいな、結構広い心を感じるかな。すごいなんか口数はプライベートの時すごい少ない方なんですけど、あんまり喋らない方なんですけど、ちょっとマイクの調子がおかしいね。ごめんね。すごいね、物静かなんだけど、すごくね、やっぱ配信のこと、配信者の気持ちに敏感な人ですね。やっぱね、金杯さんがみんなに愛されてる。金杯さんが、リスナーさんからも、配信者からも、ね、愛されてるっていうのは、やっぱこういうところなんだなっていうのを感じた。これが、本当の人間力なんだなと思いましたね。新しいフォロワーさん紹介します。ルーツさん、フォローありがとうございます。頑張ります。金杯は普段は違うよね。普段は違うっていうか、めちゃめちゃ優しい人だね。だからみんなついてくんだよ。ランハゲも、誰だ、ランハゲでしょ。メモレインもベタボレしてるし、あと誰だろうな。野田ゾーリでしょ。ヒカルくんでしょ。まあ俺ももう金杯さん惚れちゃったよね。結構教えてください。ユーミさん、結果はですね、1位がヒカルくんでした。2位が新八丁。3位が、ミキティ。で、罰ゲームはサトミさんですね。クズを演じてるっていうか、まあ、クズはクズだと思うけど、配信には嘘ついてないっていうか、配信の好きな人に嘘をついてないっていうか、配信が好きなやつは仲間だろうみたいなあったかい広い心があるんだなって。あ、すごい。ちょっと感動しましたね、この2日間。金杯さんが、なんかこう、ワドワドって言ってくれなかったら絶対取れなかった。ヒカルくんが誘ってくれなかったら絶対取れなかった。リスワン1位は、レジェンドを目指して頑張れ。少しずつね。本当にツイッターにも書いたんだけど、ようやく3年かかったけど、3年かかったけど、ようやくグランドラインの入り口だなって。石川紀之さんが2位でずっと配信やってて、ね、12時手前で配信切ってたら俺は1位取れなかったんだよ。金杯さん、浅井さんがいなかった、いやね、リアルライフさんが司会いただけなかったら1位取れなかったんだよ。もう奇跡中の奇跡なんだよ、本当に。だから今日はもしかしたらいけるかもしれないと思って、夜中からずっと配信回してたんだけど、そわ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 してて、本当に運が良かったっていう、自分の実力じゃないと思ってて、これは。俺を支えてくれてたスタッフの匠さんとか、あと彼女ののんたんとか、ずっと支えてくれてたリスナーさんのおかげだと思ってるから、あと関わってきた配信者の。だからたまたま今月はたまたま運がいいから取れただけだと思ってる。ただ来月取るっていう、再来月も取る、確実に取り続けるってなったら自分の実力になると思うけど、今日は正直運が良かったっていう、ラッキーだっただけだと思ってる。本当に。だから来月も絶対取るから、毎月取っていきたいと思う。それがリスナーさんに対する恩返しなのかなって思いますね。ヒカルくんいいね、超かっこいいよね。クズだけどあそこまでリスナー増やせないだろ。ねえ、頑張りますんで、応援よろしくお願いします。もし応援してくれいただける方はフォローよろしくお願いします。あとね、YouTube の方にも動画上げてますんで、YouTube もチャンネル登録していただけると嬉しいです。YouTube アカウント持ってる人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。新しいフォロワーさんです。ナゲッツさんフォローありがとう。ヒゲモグラさんフォローありがとう。トラッキングピーポーさん、フォローありがとう。エリカさんフォローありがとう。ナンさんフォローありがとうございます。新やつね、イケメンだったよ。かっこよかったよ。生で見た方がね、男らしいかもしんない。すげえ筋肉質なんだよね。細く見えるけど、がっちりしてるんだよ。鍛えてるよ、あれ。新やつかっこよかったね。チャラ男じゃなかったね。鍛えてる、あれ。俺よりガタいいよ。
いやー、奥が深えな、本当に。こっからは厳しいぞ、本当。イーストブルーじゃないかね。過疎生主とか中堅生主とかじゃねえよ。本当に、だって。じゃあ見てみる。だってさ、リスマングランプリ、要は、1ヶ月に1回取れるわけじゃん。キンバエ、ツバニャン、ヒカルくん、ランハゲ、パルパル、新野鳥、サメ島、サトミ、ウナちゃんマン、ミズニャン、のぞみ、ケン、和道、石川紀明。このメンツと勝負していかないといけないんだよ。このメンツと勝負していかないといけないんだよ。31枠しかないから、30枠しかないんだよ。ここに食い込むのがいかに難しいかわかるでしょ。月に1回しかなれないんだよ。先月見てみようか。先月、ツバニャン、キンバエ。これ頭の方が取るの難しいかんね。頭の方なんでかっていうとライバルがいっぱいいるから、一回ライバルが減っていくのわかる。この人たちがどんどん減っていくから、最後の方は過疎なんだよ。頭の方に取るの難しいんだよ。その頭の方に取るの難しいのに、キンバエ、ツバニャンって来てんだよ。ね。で、先月もツバニャン、キンバエなんだよ。これの維持のするの難しさ、配信者わからないでしょ。まあ、じゃないとわかんないと思う。見てね。ツバニャン、キンバエ、ネットの王子、新野鳥、ウナちゃんマン、パルパル、ランハゲ、ミズニャン、テルチャンピン、サトミケン、サメ島、のぞみ、石川紀之、リナネコ、ヒロフィナーレ、香川、朝こっち、若菜、TJ、ポンスケ、ナーボー、ララ、島次郎。だから、下の方に行くと、仮想配信者っていうか、レベルが落ちてくるんだよ。ここに取れなかったんだよ。この31日、チョコレートさんに負けたんだよ。こっからマジできつくなると思う。でも、諦めないで、このラッキーで取れた、この13日、みんなのおかげで取れた、これを絶対忘れないで、来月も取るから。来月も絶対取るから。ありがとうね、ほんと。報われました。辛かった時期が報われました。ケンヒラハマーとか言って。徐々にフワッチが動画配信者増えてるから、これから勝負。本当にそう、激戦区が始まってるんだよね。ケンの企画が好きだけど、塩だから嫌い。石川に俺いな、いや、石川さん、石川さん、石川紀之さん、ありがとうございます。多分ね、石川紀之さんね、空気読んでくれたんだよ。確実に取れたんだよ。ワード俺取れるからなって。12時のタイミングで配信切るだけで取れたんだよ。あれはわざと延長してくれてんの。ワードに13日やろう。俺、14取ろうって。要は石川さんクラスになったらコントロールできるんだよ。どこでも取れるっていう。これが本物だよ。これが本物だよ。あ、そうだったんだ、石川さん。いや、同い年として恥ずかしいな。マジで恩に来ます。ありがとうございます、石川紀之さん。石川紀之さん、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。いや、でも、来月は、ちゃんと、ここに食い込んでいけるように、頑張ります。和道より、のんちゃんの方が好きだよ。石川さんは、今回の企画参加者とは関わらないと思うよ。ありがとうございます。優しいね。だから、みんながみんな、頑張ってる人をさ、ちょっと取らせてやるか、みたいな。今日は、ちょっと、ね、験担いでやるか、みたいな。空気の読み合いみたいなのがあるからさ。俺もそうやって力つけていつでも撮れるような配信者になるよ。頑張る。何年かかるかわかんないけど。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん。マシマチナツさん、トモモスさん、ユメノさん、アオリュウさん、ユッサンデスさん、いらっしゃい。フォロワーありがとう。12時15でできるところがかっこいいよね。ほんとほんと。ほんとにそう。繰り越せるのはほんとかっこいい。それはね、感じた。ああ、俺、この人の足元にも及んでねえなって。でも、まあ、さっきの話の続きになるんだけど、やっと、ワンピースで言うところ、やっと3年、今3年と3ヶ月なんですよ、配信始めて。ようやく3年と3ヶ月、ようやく死に物狂いで頑張って、ようやくグランドラインの入り口に入れたんだって。で、こっから先は、地方の海でもう、覇者だよね。もう名を馳せてきた賞金首たちがゴロゴロいるわけだ。マジで油断してたら殺されるんだよ。ドンクリークみたいに返り討ちにされるんだよ。だからここで気抜いたら終わりだなと思う。やっと夢にまで見た、ほんと入り口に立てるようになったのはみんなのおかげだから、頑張ります、ほんと。こっから先は気抜いたら死ぬなっていうか、いつ干されるかわかんないなって本当思った。本当に思った。頑張ります。本当に、本当みんな本気でやってるよね、死に物狂いで。だから今日本当は疲れたから寝ようと思ったんだけど、みんなにお礼言いたかったし、正直悔しかった部分もあるんだよね。
のりゆきさん、いつでも、お前なんかいつでも飛べば吹くぞっていう、キリキリ感を本当に感じたし、配信をこんなにね、真剣にね、捉えたのはね、今日が初めてだったかもしれない。ずーっと胃が痛かったね。先月、実は月末取れなかった時、悔しくて泣いたかんね、一人で。悔しくて。マジで。ロンタン、彼女がさ、リスナーさんが待ってるよ、配信やれよって。お前配信者だろ。やれよってずっと言ってたけど、ごめん、やらないっつって。ごめんっつって。一人で悔しい思いして。和藤さん、ニコ生の時より今の方が楽しいよ。ありがとう、ミミさん。新しいフォロワーさん紹介します。拓也さん、フォローありがとうございます。いや、ノンタンは本気で俺のこと大手にしようと支えてくれてるよ。最後まで諦めんなよっつって。1000とか2000とか関係ねえだろっつって。何があるか分かんねえんだから枠開けってずっと言ってたよ。結局開けなかったけどね。諦めたからダメだったんだと思ってる。ロンタンと浅井さんにも、本当にそう思う。本当に。あと、たくみさんね。まあ、あとみんなもそうだよ。ハッチもそうだし、クミタンもそうだし。みんなだよ、本当に。ね、ミュールもそうだし。でも、スロットのね、配信で800いる。のりちゃんってやっぱすげえよな。いやー、すごいよね。グランドラインに入ったけど、あれは4校とかだからね。海軍大将とか4校とか、そういうレベルだから。グランドラインに入った普通の人だからね、俺。今日嬉しいっていうかね、なんかね、ほんとね、ほんとに撮りたかったものだから、なんかね、ほんとにふわーってなったね。ふわーってなったね。なんか、いろいろ考えた、ほんと。特に、その、ね、リスナーさんがいなくなってたツイキャスの頃とか、ほんとに染みるよね。いろいろ考えた。とももさん、バガありがとうございます。すげえ今日は考えたよ。なんか、本気でやったら、配信で食っていきたいっていう夢が叶うんじゃないかなって、何回も諦めようと思ったけど、なんでこんなことやってんだろうって何回も思ったけど、まあ、リアルの知り合いとかにも結構、ね、こんな遊びみたいなことやってて、結構いろいろ言われたりとか、いろいろしたけど、諦めなくて本当よかったなと思った。ありがとう、ミミさん。本当に諦めなくてよかったと思った、今日は。風船ありがとう。風船ありがとう、ナウシカさん。諦めなくてよかった。まあでもね、毎日ね、毎日の積み重ねだからね、本当に。新しいフォロワーさん、ミミさんフォローありがとう、パズルさんフォローありがとう、ロコさんフォローありがとうございます。ポちゃんお疲れ。サトミさん、絶対に配信外で食べるから。いや、そのために深夜庁が見張るって言ってたね。絶対そんなことさせないって言ってた。花火はお預けな。オッケーオッケー、分かってる分かってる。俺はナウシカさんのやりたいこと分かってるから、楽しみにしてる、楽しみにしてる。新しいフォロワーさんね、すごいね、660人。今後は罰ゲームの行方が気になる。だからこれがうまいところだよね。企画に企画をかぶせてくるんだよね。企画を一発で終わらせないで続けるために、1ヶ月後の企画のためにリレーをするっていううまさだよね。罰ゲームでまた引っ張れるわけだ。で、罰ゲームが成功しても多分失敗するんだろうけど、失敗させてまた引っ張るとか。引っ張り続けるんだよ、リスナーを。それが金映え力だよ。ネタだよっつって、ワードくん、ネタが降ってきたからっつって。選曲がおちゃらけえへんです。なんさんいらっしゃい。たまにいいからニコ生時代のヒールワードみたいな。いやー、もう、お腹いっぱいだよ、ヒールは。贅沢ビートソンね。V
豚が我慢できない。豚が我慢できないってどういうことですかね。豚って誰のことだろう。次の企画は自分のリスナー全員に会う企画。おお、結構すごいね。綺麗な金梅の、綺麗なネタの金梅も見たい。それ金梅さんじゃないでしょ。それ金梅さんじゃないでしょ。うん。ねえ、うん。ただ、俺は本当に、あと、ふわっちっていうサイトに本当に可能性を感じてるから、本当に感じてるのね。あの、キャスでもダメだった、ニコ生に帰ってもダメだったって、ふわっちには本当に可能性を感じてるんだ。だから、ふわっちにも恩返ししたいと思ってる。うん、ふわっちにも恩返しがしたい。ふわっちっつったら和道だろうっていう風に言われたい。うん。ふわっちの運営さんに感謝したい、本当に。ふわっちは動画配信することは一番大切だけど、リスナーになってコメントすることも重要だな。うん。いろんな配信者見るようにしてますね。ふわっちの人の挨拶してますね。とみこさん本当大事だと思います。そうなんだよね。結構バカ真面目だから、結局やりすぎちゃったりするんだよね。結局多分、今日の配信で分かったと思うんだけど、俺、ずーっと端っこの方でカメラ映ってなくて、誰とも喋れてなかったでしょ。俺が障害者でコミュ障でアスペなのが、今日の配信でよく分かったはずなの。全然深夜庁とかの枠で喋れてなかったでしょ。うん。自分一人だと障害なのが結構分かりづらいんだけど、こんなにこいつコミュ障なのっていうのが多分痛いほど伝わったと思う。うん。もうどうしていいか分かんなくなるっていうか、一人でずっと殻にこもってるみたいな。うん。東海道線の、なんと、東海道線の駅でリアです。会話一つ一つに知性が感じられる和道さんの配信。いや、そんなことないと思うけど。うん。閲覧少ないですね。あ、ぽーちゃん応援ありがとう。わざと4人喋らせてるのかと思った。違う違う、全然入れなかったんだよ。AD、もう AD に停止したね。うん。今日は司会という立場だったからそれでよかったんじゃない。うん。でもね、この先それじゃ、ね、いつまでも続かないからね。うん。ということで、皆さんありがとうございました。今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。うん。また明日から通常通り、配信をやっていきますので、よろしくお願いします。あ、それでは皆さんさようなら。うん。てつさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ランコメさんお疲れ様です。ちなつさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。うん。小田さんお疲れ様です。とみこさんお疲れ様です。明日から月曜日なんで仕事が待ってるかと思いますけど、頑張って皆さん一緒に仕事していきましょう。ありがとうございます。いい日曜日でした。いい日曜日でした。うん。ミミさんお疲れ様です。うん。あとね、今日、ね、昨日今日は暖かかったからいいけど、結構、冬でね、冷え込んできてるんで、皆さん風邪ひかないように、してください。僕、肺炎を起こしちゃって、一週間ぐらい本当に引きずって、今日ようやく治ったぐらいなんで、うん。うさぎ先輩お疲れ様です。うん。お疲れ様です。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。うん。お疲れ様です。ありがとうございました。ね、いい配信者は5万といるんで、埋もれないように頑張っていきたいです。今日見に来てくれた人、本当にありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。